リカキン TV Everyday。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。今日はですね、もうこれぞ最強だろっていうコマを買ってみました。それがこちら、ハイテクゴマ2。ハイテクゴマ2、ボタン電池が4つついてます。本体こんな感じ。はい、こちら Amazon で1450円で買いました。そうなんです、これ電池のパワーでね回り続けるコマみたいで、はい、ここにご注目。連続で約 2,3 時間回る。マジ？そう、なんとなくね、裏の説明読んでみたら、電池を使い切るまでね、回り続けるらしいんですよ。要するに 2,3 時間で電池終わっちゃうってことですね、これね。で、2個入れるらしいんで、まあ、2回分電池がついてるっていうね、結構良心的なコマです。4色あったんですけど、僕はこれピンクにしました。ただなんかね、ピンクといっても、なんか、7色に光るらしいです。おー、なるほど。こんな感じですね。ちょっとスケルトンな感じ。で、ここに、どこに入れんだ、これ。あ、上に引っこ抜くんだって。せーの。え、取れないよ。怖いよ。ちょっと待って。あ、取れた。あ、結構硬いわ、これ。で、2個入れて、重ねて入れて、あ、光ってる、なんかもう。あー、減っちゃう、減っちゃう。電池が減っちゃう。これで、あとはね、こう、右向きに回せばいいみたい。時計回りかな。左向きだとね、ダメみたいです。それでは回します。はい、お皿の上で回したいと思います。いくぞ！よーい、スタート！おー！お！ギュイーンっていってる。すげえ！お、ほんとだ！色が変わってく。これ結構すごいね。ピカピカしてて綺麗でよ。綺麗でよ。お、安定してる。でね、こういう硬いお皿とか、こうツルツルしたね硬いものの上で回すと 2,3 時間回るそうです。いやー、めちゃめちゃかっこいいぞこれ。途中ね、こう色が混ざってくるんだよね。で、音もかっこいいね。ギュイーンって。確かにこれは電池食うわな。はい、それではこれからね、まあ 2,3 時間本当に回るかじっくり待ってみたいと思います。頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっと電池入れ替えてもう一回やってみよう。あ、こことかどうかな、ここ。必殺皿の裏行ってみましょうか。よーい、スタート。いけー。さあ、どんくらい行ってくれるのか。あれ、え、は、今ちょうど見に来たら、え、はぁ、6分だよ、まだ。ちょうど見に来たのに。よし、この皿の上で頼む。 GO！ いいんじゃない。さあ、頼む。おい、はぁ、はぁ、いや今、ちょっと待ってよ。今3分だよ、まだ。なんで？電池あるんだけどな。やっぱ多分一番長く回ったのが普通のこの皿な気がする。よー、じゃあラストいきます。せーの。お、かなりいい。いい回り方したよ、今。オッケー、ゴー。はい、これラストチャレンジでございます。おー、いい感じだ。回ってますね。はい、今ですね、32分、30分超えましたね。あ、でもちょっとカタカタしてきてんなね。しばらくすると光ってるのはね、止まるのは、それはね、そういう仕様なんですけど、ちょっと危ないね。頑張れ
まあ30分の時点でまあすごいんだけどね。ただ今回ね、ずっとあの位置あんまずれてないよね。安定はしてんだけどね。嫌な予感。なんでさ、こうやって喋り出すと止まんの？はい。ですね。結果、33分24秒ですね。いやー、まあ、十分すごいんだけどね。はい、というわけでね、何回か回したんですが、最高でまあ30分ちょいでしたね。ただね、未だにこう電池が切れたわけじゃないんですよね、ほら。なのでね、悔しいんですけど、まあ多分ね、こう回す、このなんだろう、床っていうか、地面の環境とか、あと、もしかしたら、こう、最初にこう、どれだけ、何パワフルに回せるかとかね、その辺も関わってくるのかもしれませんね。ただ僕ん家にね、あれ以上なんかいい、皿というか、回す環境なかったので、まあまあまあ、ベストは尽くしたかなと思います。Today's Hikakin's Point! 70! ボタン電池がね、2セット分ついてて1400円だったんで、まあ価格的にはね、すごい、良い商品だと思ったんですが、せめて1時間回ってほしかったですね。まあ、にしてもね、本当にこう電池入れるスペースと、あと、どこに機械入ってんのかなくらいの大きさなので、まあこれでね、30分も回るのは、それはそれでまあ、まあ十分すごいかなとは感じました。僕が買った Amazon のリンク、概要欄に載せておきます。よかったらご覧ください。そしてヒカキン TV チャンネル登録お願いします。あとよろしければ他の動画もぜひ、関連動画などからご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はピンポン、じゃんけんポン、バイ。メガネ飛んでちって。あれ？どこ行った？